に分があります。さあ速いボールだ、流した、ゴール決まったか、長崎先制。逆サイドには米田、いい抜け出しですね。ルアン出た、さあルアンは速いボールだ、グランナーシュートは対応せざる、決まった2点目。守備は必ず2度追おうと、そういった指示を送っていますが、流れて富樫は残してねじ込んだ。はい、触ることでチャンスを与えますね。はい、ニア低いボール、おお、エジガルジュニオだ、対応せざる、中繋いで大竹ワンタッチ、細かく繋いで沢田、クリックしてフリーでのシュートを決めた。中央にいますが、中央へのボールは新里のヘディングシュートだ。クレイド、さあどうだ、ここは寝かしつけた、どうなのか、エジガルジュニオ。亀川のボールがエジガルジュニオに入る、秋野どうする、エチガルジュニア右足、逆転。インナーラップかけたマイクマ、クロス入れてくる、ゴール入りました。秋野、カイオセザールに寄せていく、国分かわしました、カイオセザール決まった。シュート！もうというところなんですが、守備のところでしっかりと両チーム集中しています。秋野縦入る、カヨセザルのシュート、もう一度亀川大外入れていく、エジガルジュニオ、また長崎が抜ける、中に玉田、そして米田、途中からです。さあ海洋セザールから一旦加藤が落として、もう一度海洋右に振っていく、一つ後半は上がったポジションのマイクマのクロスはヘディング決まった。前、さあシュート打てるか、まだ打てない、トクラ前に流してクロスが入るか、まだ割っていない、ボールが流れて加藤のシュート決まった。のポイントを持っています。さあ石川純雄、しかしこれを阿部、さあしかしこれ澤田が持っていく、澤田中に入っていって、さあ徳永シュートまで行く、さあそして澤田決まった。いいところ、割と浮かせて徳永はヘディング残して、ここを収めるか、ヘディングシュート、つながってオフサイドはありません、徳永決めると加入後初ゴールだ、徳永。さあその玉田が裏に抜け出してオフサイドはありません、右には阿部も分かっていますが、自ら持っていって冷静に流し込む。一つ長いボール、トクラが落下点に入ります。ここは船木です。あっとトクラ取りましたよ、トクラゴール前シュート。バーラップしている加藤、ひじりを使ってふわりと浮かせたクロス、徳川のヘディングシュート。引きながら中央でフィントンハット、加藤ひじり入れていく、ヘディング、徳川のヘッド、低いボールニアサイド入った、出させませんでした。つながっています、ウェリントンハットから中に入ってきてシュート、海岡ザール、狙っている、こぼれています、キーパーは今ゴール出ている、個人のゴールに流し込んだ。エジガルジュニオは右展開してウェリントンハット、さらにマイクマも追い越してきました、そのマイクマ自ら持っていく、シュートを打って決めた、マイクマが多く上がっています。セットプレーの流れで残っている長崎、ウェリントンハット左足シュート決まった、先制長崎。そして加藤ひじりゴール前に入れていく、ヘディングシュートは決まるか、決まった、先制のウェリントンハット、1人かわした、うまいかわし方、さあ1対1だ、どうする、中はフリーだ、シュート打っていくか、シュートだ、決まった。
一度ロングボール、海洋セザールを狙っていったところですが、ここは入りました、ウェリントンハット。岩田戦で言いますと金沢は相当立ち上がりから押し込まれましたけれども、さあここはカウンターになる、名倉の左足、決まった先制長崎。追い抜いていた加藤聖、かわして右足のシュートも使える、決まった。得点から久しぶりに離れていますが、どうか、右足で決まった。が続いています、合計2人倒れています。長崎はエジガルからワンタッチ、さあ抜けた、シュートは打てるか、まだ打てない、戻して決まった。ここも途中で引っ掛けてゴール前を切っていくエジガルが、トクラシュート決まった。中前を向いてエジガルジュニオに繋いで、エジガルジュニオここから打っていく、これはポストこぼれたボール、もう一度素晴らしい、前を向くマイクマは中使って上中朝日のシュート、J リーグ初ゴールがこの追加点。さあスピードがあります、1対1、山崎中選択して上中朝日のシュート、追加点。海洋セザールまだキープする、まだキープして深いところ折り返し、ハットトリック上中、米田とつないでもう一度亀川のマイナスのクロス、まずは中盤海洋セザールのところからストレート系のボール、これが止まります。で2列目で拾っておいてエジガルジュニアのシュート、中央へヘディングシュート、中4枚です。海洋セザール縦に転がしてうまくターン、中への折り返しマイナスになりました。近くを使ってクロスが入ってヘディング弾き返した山口です。ペナルティエリアの中クロスゴール前決めた。点が取れると楽になるんだという話もされていました。さあここはパスになりました、エジガルジュニオが決めていきました。澤田は中にカットインか、パスを渡して加藤勝のクロスにゴール前上中が待っています。ここから狙っていった、今度はファーサイド、マイクマのヘッドは決まった。上中へのボール、さあ追いつけるか、上中ボール収めた、シュート決まった。エジガルの奥は名倉が走っていましたが、その後です澤田が入れ替わって低いボール、最後上中が詰めた、難しい、運んでいく名倉、ワンタッチ裏に出した、この後は名倉のシュート、まだある、名倉のヘディングはゴールに吸い込まれた、2点目、足も一段と大きくなった、ファーサイドヘディング決まった。展開しました米田です、縦に仕掛ける米田、中にはエジガルジュニオパーサル、右足ないので、はい、そうすると有効的にサイド、いい取り方ですね。エジガル、さあベリントンハットも上がってきた、流してベリントンハット左足、流した、長崎先生合わせるか、ニア、もう一度戻ってきて、もう一度クロス、シュートは決まった言いますが、そこにはボールが出ません。海洋セザール上中ワンツーで抜ける、ここもダイレクト、海洋セザール上中右足でシュート、海洋セザールに出た、中には選手が2枚いる、海洋セザールが運んでいく、マイナスのクロス右足、ニアサイドそらして決まりました。ボールを運んでいく名倉、そして加藤聖もいる、あ、加藤聖、あ、名倉、マイクマ、いいタッチ、マイクマ折り返してヘディング、真ん中には14番の名倉、徳田どうする、徳田深い切り返しから名倉のシュート、どうする、海洋セザール縦に入れてシュート、3点目、うん、でも右足、うん、まだ最後は途中をしのぐ、ただまだ完全にクリアしきれない状態で押し込んだ、直しの PK です。あー、ここもただウェリントンハット、トクラ、うん、中に入れてきた、名倉が絡んでシュート決めた、ゴール、ニアサイド入ってきた、シュートを狙った、もう一度シュート、キーパー弾いて決めた、トクラが決めた、トクラから対峙する橋内、裏
上中走ってくる、上中を狙ったボール、米田を使って折り返したところにハット。